いや、俺らは2匹ずつ。全く聞こえてないわ、ターボーさん。あ、来た来た。釣れた。ライブ中に。ライブ中に来た。おいっ。あー、やってますけど、これ四国の引き分けの地の四万十川。もうすごいとこ来た。四万十川の支流だよ。やばくねえか、ここ。もうやばいな。もう危ない危ない。あ、クマクマクマ、今クマ、おったおった。タボさん気をつけて。タボさん今四国クマもおったし。四国クマもおった。まあ飛び出してきたんだ、危なかった。その右側が何もバス釣りの聖地なの。ああ、聖地というか誰も知られてないと思う。誰も入ってないから。バスもいないかもしれない。じゃあ今回は川バスやるってことか、俺ら。四万十川か、今日。四万十川の、うん、奥深いダム。秘密のとこやな。これはどことは言えないからね。っていうか、俺が聞いた話だけど、これ1年間人が入ってないとダメなんやろ。今回ですね、特別な許可をいただいて入らせてもらうってことができたんだよね。誰にもらったの？いやいや、俺知人の、俺の知り合いの特別な許可。そう、蛇か。いやいや、すごい自然の風景。やばいとこ来たな、これ。これはやばい。特別な許可を得てね。うわ、すごい。うわ、やばいやばい、危ない危ない。うわ、うわい、顔がそろじゃないか、これ。やばいって、これ。ターボさん、はい、やばいですじゃないですか、これ。これやばいね。今回でね、川バスおるぞ、これ。あのターボーさんのちょっと力でね、あの特別な許可いただいて、これターボーさんの敷地内ですか、これ。敷地じゃない、ターボーさんの山。ターボーさん自身の、この辺全部ターボーさんのものなの。すごい川、これ。所有しとった、な、所有しとったところを今回特別、特別に。じゃあ今回ね、普通の人は入れない場所なんで、ここは。あ、これエイトトラップやったら釣れるよ。釣れるか。ゲートトラップ。ゲートトラップとか、あれやる意味あるか、あんなもん。ゲートトラップよ。これ対向車来たらやばいな。対向車来たらでも。これターボーさんの敷地内だから、入ってたらそれは犯罪でしょ、相手が。ああ、そういうことでしょう。やばいな、これ。この、この四万十のやっぱりいいね、高知は。高知初めて来たね。まあ、初めてか。え、お前高知来たことないの？いや、あるよ。あるやろ。嘘か。釣り、あ、釣りか。これ四万十川の支流なんだ。これはやばいね。うわ、もう水がもう透き通って透明すぎちゃって、あれ。おお。とか、もう濁りが一切ない。ろ過されすぎちゃって水が。ああ、そうだよな。もうこのまま売りに行けるわけか。あ、そうか、そう。四万十はちょっと普通の川と違うな。この辺、モクズガニも取り放題だからね。もう四万十川でモクズガニも取り放題よ。カニだらけ、この辺は。うわぁ、やばいわ、これは。ここでお前ガサガサしたらいいな。いやいや、ここに知ったらもう再生回数1000万回いっちゃう、また。うわ、あるよ。立ち入り禁止の場所なんだろ、ここ。普通の人入れないんだろ、あれ。ターボーさんの許可がないと入れない。本当か、それ。嘘つきじゃねえか。いや、もう岩がやばいって、四万十は。普通の岩じゃないな。いや、だからもう、もう山奥すぎてさ、ヤマメだらけな、ここ。ヤマメが500万匹以上おるわ。おったか、バスおったか、今。おった。嘘ばっかり言うな、お前。今の淀みにおったかなあ。淀みにバスがおったか、今。そういうな、お前。ああ、いいね。さあ、今回ね、ちょっと秘境の地にやってきました。今回こちらでちょっと特別な許可をいただいてね、釣りをやっていこうかなと思ってます。とんでもないこれ、魚いますね、これ。どうや、すごいとこに来たな。秘境のダム釣れるか。昨日がちょっとしょぼくて、うん、
どうかなっていう。まあ釣れるんじゃねえか、卑怯なんだから、うん、ちょっと釣らんといかんよね。あと昨日ターボー坊主だったんで、ターボーさん来たよ、うん、ターボーさんにうんこしてきてもらって、うんこしてきた。なるかもしれないですけど、釣っていこうかなと。どんな魚がいるかですよね。これが陽性マークです。ASMR 動画です、うん、釣れるんだろうか。あー、弁当ありがとう、ターボ師匠。今日トロ釣ろうね。え、ターボ、菊池、高橋の3人で釣りたいぞー。ねえ、これ全部持ってきたんや、全部いるやん。いるのかな。あ、じゃあ一応置いとこうかな。おい、 OK。 おい、ちょっとあれだけかけようけど、何でやろうかな、うん、やるか。おお、やろうやろう。オッケー、うん、いらんことしない方がいい。あ、おっと、すんな、する重くてする。すいません、カサがカボシ重いけん、いけんや。これないか、ずっとにっかりやみたいで。お前何すんだよ、これ。ん、棒だよ、棒。棒か。棒があったら、これで進めるからな。ちょっと待ってくれ。しんどかったか。ぜいぜい言いやがって、お前。マラソンランナーのせいに。持ってられないかんの、お前。よし。さあさあ、始まったぞ。やるぞ。お、今日、殺さんと。オッケー。投げるよ。大三勝負だ。来た？今出たばっかやろ。ああ、そもそもこうのやろ。卑怯やからな、お前。いやー、ここ厳しいらしいぞ。おるぞ、卑怯やから。だから、昨日な、釣りした人がさ、うん、まあ、坊主も結構あるから、ああ、まあ、そこは俺らの腕でやるしかない。いや、ここ卑怯だから人入ってないってよ。ほんとか、うん、何投げていく、お前。好きやな、お前。スピナーベイト、昨日からスピナーベイトで釣ってやろうと思って。ああ、釣れるときめちゃめちゃ釣れるからね。こうやろ。ねえ、不思議と。なんでやろ。全然違うやろ。でもこれ同じやつじゃん。いや、船が安定するの、これは。ね、なんか違うんかな。なんか違うんやと思う、うん、ちょっと釣りたいね。おう、ターボーさんどう。めちゃくちゃ暑い。暑い？そう、すでに適温だけどな。こ、うん、んな暑くないよ、まだ。この空いいね。あれ、高知橋って言うんですね、あれ。高知県のね、山奥にやってきました。来たか。そう、ターボ。うなぎか。外したらいかんけど、飲み込んで。オーケー。釣れたか、ついにターボ。昨日一日やって釣れなかったのが、ついに師匠が、ターボーさん、おめでとう。30センチ。22。久しぶりの、どうですか、バス。最高ですね。ようやく釣れたっすわ。引いた、うん、引いた、ちょっとだけ。ルアーは？ルアーこれなんてやったの？やませんか？うん、違う。あの、最後使ったやつ。借りてる？
真剣。今日ターボーがガチ勢になってる。ターボーガチ勢。ガチで釣りに行っとる。ガチ勢も。わ、ケクツさんだけにしてください。そうやね。ターボーガチ勢になってる。もう真剣な顔で古城を見つめて。だって古城。古城。古城。まあやりすぎるとバス釣りもワクワクしなくなるからね。ね。そうだね。狂ったようにやるとやっぱり。だからやりすぎも良くないんだよ、バス釣り。うん、適度にね。そう。だから正直、月に 3,4 回やるのが一番ベスト。うん。あれをね、そうかもしれない。そう、90日、3ヶ月さ、90分の50とか釣りしちゃうと。だからさ、週1で行ったらもうしんどいもんな。そう。だからね、何でも適度でないとダメ。うん、バスプロの人はやっぱね。仕事だから、それ。バスプロの人は。ワクワクしてないと思うからね。いやでも何歳になってもワクワクする人がいるんだって。ワクワクがもうね、ドーパピン出過ぎちゃって、うん、あの強度な中毒感じゃん、うん、俺らしいよ。あぶないぐらいハマっちゃう。ほいし、開始15分でこれ、でかいでかい、40超えとるわ。軽く、でかい、あれでかい、軽く40超えとる。おい、オオサンショウウオ48分40ないか。35だ。よいしょ。おお、でかい。まあまあのサイズが出ました。まあまあいいサイズだよ。 OK、 ナイスバース。これ天ぷらで食べる？食べようよ。食べる、こいつ食べようよ。1匹、1匹だけ食べることにします。天ぷら用意ある？あるわけね。そうか、塩焼き。ナイスサイ、ナイスサイ。ターボー食ったか？ターボー、ちょ、これ見て、ターボー釣れた、釣れた。ナイス。今日2匹目やん、開始。危ない危ない、気をつけてよ。やっぱオオサンショウウオ強いな。強いな、オオサンショウウオ強いよ。しかもサイズも出しちゃう。はじめね、すごい小さいバスが続いとったのよ。ほ、うん、いで、すっごいちっちゃい当たりが、でかいのが来て食ったみたいな。皆、うん、さん見えますか、ね、こ小さな魚が。菊さん見える、うん、このすごい小さなベイト。泳いでる。うん、メダカじゃん、メダカ。メダカじゃないよ、これは。なんかの稚魚だね。メダカじゃないの？メダカはじゃないと思うよ。ヒメダカさんじゃないの？うん、なんかの稚魚が。菊池さん、はい、これ見て、このリール、うん、カルカッタコンクエストの DC200HG、うん、これ絶対買わないか。マジで？それ使い勝手いいの？めちゃくちゃいいって。あ、そう。あのだから日本中の子供たちに俺も強制的にこれ買わさないかと思って。子供たちに。うん、これもう憲法改正で強制だよ。そのぐらいいい、いうぐらい、なんていうかな、滑らか。バックラしないの？それは DC だから、デジタルコントロールブレーキだからほぼしないよね。やっぱね、うん、俺はあれが好き。何？これこれ、なんだっけ、スティーズか。そうそうそう。なんで？あ、スティーズがいいの？スティーズが好き俺。なんで？バックラしないから。え、なんでもしないよ俺。スティーズが一番しないと思う。ああ、そうか。菊池さんでも何投げてんの？ミノ。またディオ信者やね。ミノ。あなた。好きだな、ディオが。やっぱ秘境の地に来たらミノを使わないと。ミノ。まあまあな。オオサンショウウオは若使っとってもいかんだよ。いや、俺はこうそこでトントンやるフィニスが好きだからさ。まあな。菊池さんいいね、ここ。雰囲気が最高やね。最高やな。どうや？でも俺釣れてないからまだ。坊主か。釣れてないこれ。この入り口のとこで。釣れてない。当たりもない。ノーバイト。ノーバイト、うん。本当にいいのかなって今。ちょっと疑問。疑問になってる。ヘボいんだよ。だってお前、俺が前入り口でお前20匹ぐらい釣った時のお前坊主やったやん。来た。あ。来た。来たかったな今。来た、見た、見た今。いや、来たかったよ。見た。見たけど。見た。ちょろちょろんって小バスが追いかけてきとった。小バス小バス今の。あ
でかいの釣ってよ。ウグイスの鳴き声かな。何やと思う？え、鳥？この鳥が何かって？ウグイスやね。あそこにも鉢にも絵が描いてあるやん。ウグイスの。あ、本当だ。で、ウグイスなのかな。鳥の鳴き声が。伊さん、これ見て、ベッドすごいな。すごいなこれ。何の小魚これ？食い放題やこれ。300万匹ぐらいおるんだ。及川とかかな。分かんない。いい木だな、あの島は。あそこに島があるやん。それ山があるやろ。あの頂上にも家建てたらええやん。木とか木ってお前あの上でお前いろいろお前過ごしたらええやないか。自分の秘密基地作って。そういうの興味あるか。ない。ないんだ。秘密基地作る労力が大変と思うタイプ。好きな人は家作りしやっちゃうからね。そうそう、その作る様が楽しいかもしれないね。俺キャンプもどっちかって苦手だから。まああんまりかな。まあ行ってもいいけど、嫌いではないけど自分でキャンプ用品買おうと思わんし。俺の周り結構キャンプ好きな人多いのよ実は。おるよ。おるけど動画には出れん人やけど、結構一人でキャンプ行ったりな。あ、来た来た。待て待て、石丸先輩とか。あの人キャンプ嫌い。石丸先輩はそんなんしてどうするんって。そんなわざわざ汚いね、汚い手で、汚いやつが鼻くそをじった手で料理されて食べろ言われても不快ですって。潔癖ですって。ちょっとだけ逃げてもうた。ん？動いたけ逃げてもうた。何が？今ちょっと腐ってるんだけど。いや、寝がかい、寝がかい。タオさんどう？今日リベンジして3匹やりました。はい、小さいの3匹やりました。よかった。ここまあエビマヨネーズ。エビマヨいいでしょ。押し寿司になった。押し寿司。これ食べてください。実際この、何でやるの？これかな、やっぱり。見せて。お前まだ坊主やろ、この時間帯で。エスケープツイン。これか？エスケープツインがいいよ。エスケープツイン。これにしよう。これだ。エスケープツインなの？ツインなの？どっちなの？ツインじゃないの？エスケープツインってみんな言ってる。それちょっと発音的なかっこつけて言ってんだよね。エスケープツインみたいな感じで。違うの知らない。ツイッターみたいな。ツイッターって言ったことない。かっこつけてんの？何かっこつけてんの？バーカ。ドイツではツイッターって出すの。このバーカって言っとったらいいんだ。バーカってバカにしたように言っちゃったらいい。ツイッターって言ってるから。それは発音がいい。俺もツイッターって言ったことない。ツイッターじゃなくて、お前がね、スプリンベイツみたいになんか言ってるじゃん。そういうのと一緒だよ。ツイッター。3でいこうかな。エスケープトゥインって言うの？エスケープトゥインって言ってる人もいて。エスケープトゥインって。エスケープツイン。ここかぶるなんだよ。意外に釣れんの、すごいんだやっぱ俺。お前だってまだ坊主だろ。ちょっと泣き出しするわ。え、本気出したら知らない。バス釣りたいだから大体思っとるで。もう10時の段階で坊主だったら。そうやな。甘くないんだって。だからここ実際スピナーベイトとさ、スピナーベイト、クランクベイト、シャッド、今いろいろやってさ坊主なわけやん。甘い、俺か。甘いダムじゃないんだって。たまたまね、あのターボーさんが小バス釣ったけど3匹。ボイルボイルボイル、でかいのおる。ボイルスやろ。だからもう岩盤の横なんだよボイルは。でかいのおる。今ボイルしとったな。来た。これくるだな。来てた。今そこでボイルしとったな。やろうやな。ウェッシュ。いいよ。ナイスアイ。また食ったんかお前。いや、ここのバス引くわ。うわ、でかい。いやいやいや、
ここのバス引くわ。でかいってお前。そうそうでもない、そうでもない。今お前バレ50超えんと。ああそうか。50超えんとでかいと俺言わんぞ。50超えてないわ。50を超えんと俺はでかいと。ああでかい。よいしょ。重いわここのバス。これですよ。まあちっちゃい35や。まあ俺から言うと小バスの部類になるね。こういう魚は。ナイスだ。いいバス。やるなお前。え？俺は坊主やぞお前。どうなの？ナイスだ。うれ。もう最高やこれ。でかいの来た。でかい。師匠。ね、何センチだろうね。ターボ何センチ？何センチ？30ぐらいだって。菊さんまだお前ゼロか。ゼロゼロだよ。お前エボいわ本当。なあ、選球眼から何から何まで。何で釣れんねんお前この状況でも昼やぞこの活性の高い今日はな、見たこのライフジャケットこれ、新調したの、これが結構熱くてね集中できんか。そう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 。あ、ちょっとクロスしてる、クロスしてる。ターボまだ来た。ターボまだ来た。ターボ師匠マジで？そっち行こうか。待て待て、拡大しとるから動かさんで。オオサンショウウオ、オオサンショウウオ、どこまで。キクさん。はい。あんた、あんたまだ坊主か。師匠にちょっと今から教えてもらうわ。うん、ターボがお前釣りまくっとる中でお前何かが違うぞ。な。ほうやな。師匠うまいんだよ。釣り始めたぞ、連続で今来たぞ。ターボのモリモリ話が出てきた。あれ40ない、30。あれ。ターボ今40アップ釣ったって聞こえてきたんだ。あれあれ38。あれキクさん、はい、あれサイズ何センチですか。43。ナイス。ちょっと突き出して突き出して こっちいいね。何や師匠。師匠師匠師匠それ34。そんなもんやろ。これ俺の指が短かったもん。いいね。でもいい、いいサイズ。太ってる太ってる。ポッキーついにお前の巻物に。お、来た。でかい。めっちゃちっちゃい。超小バス。あ、お前の巻物についに。いいよ。ナイスナイスナイス。上げて上げて上げて、こっち見て。うわ、いいやん。デュオのついに来たな巻物。ああやったなお前。やったよこれ。粘れば来るやん巻物でも。うわ、血が出てる血が出てる。気をつけて、バスから血がいっぱい出てる。これも手に刺さり、これ何、虫って何の音だろう。ん、虫、虫、虫の音するやん。ああ、それ見たない。コオロギとかそんなのかな。ああ、そっちの方。コオロギじゃない。コオロギと昆虫とスズムシかね。いや今来る瞬間見えたな。見えた。追いかけてきてでかい。今見えた。ほら40アップやん。しかも投げてさ、あの目の前で見えたな。40だ。ゆうさん、今足元の木のとこおるんじゃないかって投げたよ。投げた瞬間、投げた瞬間下から湧いてきた。同じサイズが 2、3匹追いかけてきた。 2、3 匹来た。うん、下追いかけとってドワーって。で1匹が吹いた。これ40あるな。ナイスサイズだなお前。43だ。まあまあったな。おいいね。ついにお前の巻物に来たな。来たな、目の前で。ああ昼まで坊主で、まあ、どうなること思ったよ。へぼいへぼいっつって48
へへへ。でも今日最大だぞあれ。足元で食ったで、うん、この辺で2手目かけてきて、うん、ここで食ったわ、うん、目の前で俺降りようと思った。ああ、足元で食ったな。すぐ隣に来たかったから。ちょっと今映像撮れなかったんですけどね、今6クラスの今ちょっとバラしちゃってて惜しかったな。今そこで来たんですよ。惜しかった今の。もうカメラのボタンを押す、もう格闘してバラしちゃった。6あったかもしれない。初めのバイトちっちゃかったんですけどね、いざ合わせてみたらガーッ重くてね。6折るって言われてるからな。折るかもしれない。難しいな。でもここは6が折るからやっぱね難しいよ。俺らの技術こんだけ駆使してまだ釣れないんだから。大して。今あの人と話したけど、隣のボートの人全然釣れてないわ。あの人は。ああ釣れてないって、うん、難しいって。フィネスの釣りでやっとるって釣れん。逆にフィネスだと釣れないんだよね。そうだな。おう、コバス結構釣っとるね。結構釣っとるね、コバスをバンバン。いや俺らは2匹ずつ。全く聞こえてないわ、ターボーさん。あ、来た来た。釣れた。ライブ中に来た。おい、カメラ回しとるとこに今食ってきた。思いっきりでかいでかい。あ、そうでもないか。アベレージやな、この引くな、ここの。いやいや、価値が違う、ここは。あのね、このバスはね、予想より、これ27ぐらいだけど、他の池の37の価値あるわ。これは、危ない危ない危ない。結構浅いよ。これで、切って5勝。多分、これないんだよ。これ、指さす、血が出ちゃった。くれ、クロスリグ。ごめん、ちょっとクロスしちゃった。これでそこで来るんじゃないか。ターボ出た、50アップ。何センチ、何センチ。40オーバー来た。マジで。50アップいっとるぞ、ほんま。やるな、ターボ。ターボでかいの釣ったらしいぞ。50あるって。50あるか。50以上あるんじゃないか。見せて見せて見せて。へえ、これはでかい。オッケーオッケーオッケー。こっちで。45超えとるわ。こっち突き出して突き出して、ターボ。突き出して突き出して、こうやってこう。もっとこっちこっち。45軽く超えとる。でかいや。でかいあれは。さすがターボやな。ちょっと渡して。もらってもらってもらって。ちょっと待って。やるな。話すよ。はい。45あったよ、軽く。はい。もうちょっと離して。はい。もうちょっと離、もうちょっと離れて。20の45。後ろメジャーある。でも45でいいわ。45あるわ。いった45。45や。45いった。でかい。ナイスタイ。ターボーさんの40アップが出たとこで弁当食べていきます。よかったな、ターボーさんね。うん。借りてる。これ卵とご飯がうまい。四国の弁当屋うまいんじゃないこれ。四国のコンビニうまいな。一緒だろ。コンビニやろうだって。いやちょっと違う。なんか違う？うん。コンビニって全国一緒なんじゃない？違う違う。そう。ちょっと違う。うまいわこれ。肉とかね、いろいろ違うかもね。うん。魚これ。魚影濃いな。うん、ミシュラーもなりまくりや。うん、よかったな。セブンイレブンの奥間、白オクラ最強。めちゃめちゃうまいこれ。うまいオクラ。うまいよ、食べやこれ。うん、ちょっと柚子の味もして。タオをかけずりになってますね、キムさん。真剣に今釣り行っとるわ。ターボーに負けとれんぞ。一番釣果がいいのがターボーさん、十何匹で、ノーシンカーリグ、フリーホール、これが一番釣れてます。良いね、うん、ノーシンカーの
ダム線香ノーシンカーの代わりテール、誰が一番釣りする。なあ、なんかダムの釣りでノーシンカーって意外だったね。うん、また暑なってきたな。いいなこれ、急に火が出てもう40度あるんじゃないか。38度ぐらい。38度ある、うん、さすがに暑いなこれ、うん、これ過酷やで、これこのライジャケ。何がこのライジャケ。どれか、もうダウンジャケット着とんと一緒やからこれ。まあな、ゆうさんこれ何、これこれなんか井戸じゃないか、井戸、昔の井戸水か、昔の井戸があったんだよ。はあはあはあ、なんで井戸ってわかる。わからん、適当に言った。何これ、なんだろうな、鉄だからまあ50年以内だろう。うん、何これ、これついとるで、これバスがおる、ホール走ってみろ。浅いだろ。これ何センチ水深？2メートル。これ何これ、これ何やこれ、穴開いとる、穴開いとる。何があるんこの穴の下に。カメラ撮ってみる。宇宙人が守んじゃないかな、ここ。まあ、幽霊映っとるかもしれない。やばいやばい、これ宇宙人がおるか、この中映っとるか、ね、この上に乗ってこっから釣りしたろか。あ？なんだこれ、なんだこのこの建物。ここ見えてきたな、ドクリアだな、うん、めちゃめちゃ水がクリア、クリアで全然おらんな。うん、これはクリアだわ、ほら急にクリアになったね。なんだこれ、なんでこれ、菊さん教えてよ。急にクリアになった。いやこの辺はやっぱね、新しい水が入ってきてるから。おらん、新しい水が入ってきてるからね。水温がお前低く下がったか。水温がこれね。フェイス。ダブル。来た来た来た。あ、もう一匹おったぞ今。何が？バスバス。どういうこと？ダブルでもう一匹追ってきおったんだ横。ダブルでフッキングしてたそうですね。まあ、小バスがね、まあ本当にこれあの昔の野池で釣ったサイズね、うん。このサイズね、これ1日100匹釣れるっていうサイズ。サイズ。これ琵琶湖で自分もこのサイズはね、1日で350匹釣ったことあります。ビアゴでね、やっぱスピンルがいいわ、これ。いやー厳しいね、ここもやっぱね。バンバン釣れるもんじゃないな、やっぱり。よがいい。どう今ね、うん、レイドジャパンの、うん、山線香、うん、これをゆっくりゆっくり沈めとる、ゆっくり、うんうん、釣れとるからな、このバス、うん、ものすごい釣れとるから、うん、ゆっくりスローで、うん、そうせんと釣れんのよ。どれ見せて、あ、見せて、あ、これワットフィップやね、落ちとったやつやろお前、うん、野池で拾ったの、うん、これは釣れるんじゃないかなとビビッときて、ちょっとホール見せてよ。でも全然釣れんやろ。あ、全然釣れてないよお前。今日お前何匹だ。2匹だよ。お2匹か、うん、このフィールドで釣れとんだよ、ここのバスは。でも1匹40ぐらいに釣れたからな。まあね、うん、それで勘弁してくれ。ちょっともうあと40アップ3匹今日釣ってくれよ。全部で30匹釣るってみんな意気込んでるから。全然だな、30、30、30、90。ターボーさんはもしかしたらいくかもしれない。ターボーさん今12匹釣っとる。45筆頭に。今2時か、うん、もう3時だよ、時間ない。ちょっと厳しいな、これね。こういうことですよ、今の提灯。これ提灯で食わねえかな。そしたら野良ネズミやあげとんか。野良ネズミ来るで、ね、マジで小バスがつついとるな、これ15センチ。野良ネズミ、お前トップウォーターか。おう、野良ネズミがお前食うから見とけよ、うん、取っとけ取っとけ、取っといたろうけど。出るぞ出るぞ、うん、バーンって出るぞ。どんなんや。めちゃめちゃいい動きするこれ。どこがめちゃめちゃいい動きする、うん、尻尾が生めかしい動きでもバス誘いまくり。小バスが食ってる。どれ見せて見せて見せ、乗らねえず見せてくれ。いいかそれ。これ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 釣れるかもしらんな。かもな、うん、釣れるかもしれん。
俺はそこなんか釣れんイメージだな、それ。俺も乗らねえずにって買ったんだわ。あ、そうなの。もう1年以上前に、うん、釣り具屋で見てさ、何これ面白そうって買ったけど一回も投げたことない。面白そうと思って買ったのに使っちゃうんだ。なんか時間の無駄になるような気がして。ルアーの宿命やで、うん、なんか釣れないイメージ。分からんよ、本当は釣れるかもしれんけど、うん、あまりにも釣れないんで、これの脳進化で行きます。もう今昼の3時ぐらいかな。で、結局釣れたのが5匹ぐらいなんで、はい、これで行こうかな。おう、ええー、なお前これのミドストがええで。さっきそれででかいのバラしたな、うん、でかかったなあれは、うん、あれでかかった。でかかったね、うん、これね、これでやった方が勝つは絶対です。みんなね、無駄にでかいルアーとかワーム使うじゃないですか。超過減りますから。でかいワームとか8インチとかもう3インチ4インチで十分です。バスはそうですね、菊池さん。そんなことないか。俺はもうバスはね、ちっちゃいルアーで十分。大きなワームなんか使っても意味がない。超過が減ります。昔そんなの使ってたからさ。麦茶でも飲みますか。うん、バー、この人誰だっけ、鶴瓶かな、これ。菊さん、最近コロナとかさ、うん、もう芸能人がコロナだらけや。都会は、都会はな、とんでもないことやけどな。やっぱ田舎がいいよ。え、田舎がいい。田舎が、田舎がいい。うん、そうか。田舎コロナないからね。あ、そうか。田舎にはね、コロナってないんだよ。マジで。うん、コロナ対策とか言ってるけど、コロナなんか誰もかかってない。コロナがないから。ないからだって。まあ東京が危ないんだな。初め言うとったけどな、コロナコロナって。うん。まあ、ないんだから。ないの。誰もかかってない。危ないけどな、コロナも。ああ、まあでも結局インフルエンザの方が怖いじゃん。結局そうだよ。まあそういう見方もあるけどさ。インフルエンザの方が怖い。おいおいおい、バカにする。まあ、あのっていう論をさ言う人多いやん。ん、だからさ、うん、インフルエンザで年間1万人死亡者数がいてさ、そうそうそう、コロナで1400人や今んとこ、うん、だからインフルエンザより死亡者が少ないから、うん、まあただ怖いよね。うん、まあ田舎行ったら怖くない。そうか、うん、インフルエンザは田舎でも流行るんだよ、うん、コロナはね流行らないんだ。そうか。いやいやいや、もうなめ。まあでも数字的にはそうなんだよ。そうでしょ、うん、だって1インフルエンザで年間1万人亡くなって、うん、コロナで今んとこ9月で1400人なんだよ。おう、だからその数字が本当だったらな。少ないよね。じゃあその数字が本当だったら安全、うん、だけど嘘かもしれんや。実際1万人以上死んどるかもよ。嘘じゃないでしょ。分からんよ。だいたい芸能人がコロナにかかりすぎだわ、あいつら。どいつもこいつも、うん、やろ。だからかかった人が悪いわけじゃないけど、うん、もう東京なんか行ったらめちゃめちゃおるわけよ、うんうん、東京はね、東京だけ危ないんだから。田舎は大丈夫だよ。まあ大丈夫、まあ、今んとこはな。でもこっから増えていくかもしれんしな。まあ冬になったら分からんよ、また、うん、変異するとかいろいろそういう話もあるから、うん、まあ分からんけどな、今んとこはな、うん、でもお前この段階でまだ2匹この段階ってしょうがないじゃん、擦れてんだから。昼の3時半になってお前めっちゃ渋いぞこのダム。お前2匹てエボいよ。今日だけどさっきのでかいのバレたのがちょっと痛かったな。 あれでかかったかもな。でかかったよ。俺でかいのしか狙ってないから。まあまあな。インドでは何、コロナが毎日10万人増えとん。おお、聞いたよ俺。死亡者はいっぱい出とる。いや全然知らないけど、人から聞いたから。世界で2番目になった。大増殖したらやばいやん、うん、アメリカが一番多いんですよやっぱり。アメリカは日にどんぐらい増えてるの知らない。10万人超えてんのかな、分かんない。アメリカ1日じゃ100万人ぐらい増えてんのか。日本もだって今だったら見つかったのが200人で、うん、増えとんのは毎日1万人ずつ増えとるかもよ。ああなるほどね。うわー、スズメバチやってきた。こら来た。俺の目の前飛んでったバカが。危ないぞ。ほら来た。これ青かこいつ。危ない危ない。今バッと飛んできたらこれやっつけだったわ。いからずやっぱ渋いっすねダムは。来た。どうも、行って、よく行って行って。あー、来てる。はい、寄って寄って。はい、寄って寄って。でかいでかいでかい。釣れとる釣れとる。
ちょっとターボっつって6ある。ちょっとでかいでかいでかい。ターボ。ターボでかいぞ。ターボ耐えたんか。おい。ターボ。ターボでかい。釣れとる釣れとる。ターボバラすなよ。でかい。あー釣った。ターボ釣ったまた。ターボ。ターボ50アップ。50ある？40ある？どうやって釣ったの？ちょっと真横つけて。やるね。ターボ見せて。でかい。こっち突き出して。これでかい。こっち突き出して。何ルアーは何？カーリーテールの何？あの短いやつ。もっと突き出して。こっち。ちょっと待って。45ぐらいだな。さっきと同じぐらいでも。43、5。ちょうどいいちょうどいいぜ。ああ落ちて落ちて、二人とも落ちて落ちて。それ落ちるやろ。それ落ちる。ちょっと見せて見せて。取れた。あの釣り方は。わあわあ。いやいやいや。どうやって釣れたの。え？どうやって釣れたの。リーグっていうか。この浅瀬。浅瀬に。パシャンと。脳進化。脳進化。借りてる脳進化。キクさんこれ見て。うん。45。いや45。これはいいよ。はい、もう持って持って。もういい。いや、もうこれ突き出す。両手でも痛い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 。これ痛いよ。トゲあるなこいつ。もっと手より前面に突き出す。横横横持ち横持ち。横持ちで下に。もっともっと。ちょっと待って。もっともっともっとそう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 。見えて狙った。あ違う違う見えてる見えてる。あでここからここすべて落とした。脳進化変わりてるピョコン投げたらバックリ。おるかなやっぱり。あれ以来何匹釣れた？今ので11匹目。ああすごいな。すごいじゃん。やっぱ今日ナンバーワンだわ。もう二人ともね。これ。それ？それ釣れた。これを脳進化。つけ取ったよ。つけ取った。脳進化脳進化。それ釣れるんよ。ついになんだお前。もうダウンショットだ。ダウンショット何やる？レッグアームのセコ釣りだよ。なるほど。やるしかないね。これ全然釣れなくなってきた。だんだん今疲れて横になった。ね、うん。釣れんと思って。ターボ今日今乗ってきたわ。うん、見て。2連発。うん、ターボ。来た。来た。嘘。来た。来た。どこ。来た。うわ。来た。見せて、ちょうだいぜ。これか。ミニチュアバンド。これ見て。はい。12センチない。よっしゃー。これでつついてんの。これでお前が求めてたの、目指しみたいな。やっぱりレッグアームだ、ダメだ、ほら。なんでこんなに釣りたくないもん。ターボがもうガチに言ってますね、今日は。俺な、うん、今から80匹釣るわ。お前、まあ、レッグアームで12センチ。厳しいな。こんな厳しいことあった今まで。あるで。お前と釣りに来て。ある。釣れないことは多いぞ。まあ、いつも50アップ俺釣ってるイメージなんだけど、うん。俺とお前の技量があってよ、うん。こんなに釣れないとかって。状況が悪いわ。いや状況悪くても。うん、なんだかんだいつも釣ってきたやん、50ワット。いや、今日は厳しいな。厳しいか。うん、でもターボ釣っとるぞ。ターボやな。ターボ45、2匹。脳進化に味噌があるな。ああ。来たか。来たなぁ。ダウンショット。またか。どんな魚？さっきよりでかいだ。うわ。あ、バームは。レッグアーム。レッグアーム。見せて。18センチ。ナイス。やっぱレッグアーム強いな。強いよ。やっぱレッグワーム来るか。レッグワーム来るよ。当たる。どんどん当たる。今水深何メートル？3メーター。3メートル。またお前ターボ。今日30匹目か。まあ小バス狙えば釣れるんだよね。小バス狙ってたら自然とねでかいのも釣れる。うん。ユーザーのやってるね今日は。ホームランをヒットの延長だって。そう。そういうことだよね。ホームランばっかり狙うってね。うん、釣れないよね。
過去の自分を反省する俺。ターボーさん、どんねっつったの？あれ、あの同じやつ。あ、あの秘密ある、秘密ワーム、うん、タイニーカか。うん、うん、タイニーカ。なんかスライダーワーム、スライダーワーム釣れるよ。スライダーワーム、メルシン帰り込めて、メルシン帰り、スライダーワーム。うわー、どうや。もう良かったね、今の。もう一回やらせて。今いいです、いいです。うわー、良かった。今日も良かった、今の。今のこの気合入っとったわ。本当、釣った時にやろうと思った。釣れんから。釣れんから、もう先やっとくわ。今ちょっと良かったな。釣れないから、とにかく。とにかく釣れないから。釣れんな、ここ。全然釣れん、俺も。今日とかって、もう釣れないもん。まあ、それ釣れない日もあるわ。もう師匠だけ釣っとる。いや、ターボはでも今40アップ2匹と30絡め12匹釣っとるよ。俺らヘボいんだ、俺ら。ええー、まあちょっとパターン入らんかったな。あ、ついに来た。来た、でかい、でかい。嘘、うわー、うわー、来た、うわー、ついに来た。あー、走った、走った。よし、あおお、うわー、取った。うわー、やったか、ついに。やった、やった、やった。消えてて、消えてて、ちょっとやったな。おい、ありがとう。お前やったな。よいしょ。食った？食った？食った？よし、ま、参加せ、参加、参加せ。これ最大記録、最大記録、最大記録。でかい、でかい、これ、でかい。あ、もう走った、走った、走った、走った。ターボちょっとやばいんだけど、あの人うざいよね、ちょっとよかったで、今さかな役者じゃ、俺あれ余裕は言わん。よかったで、菊さん。今このジェット BC、うん、カーリーテール、うん、シンクル好調だから、これは取るよ。ノーシミか、スライダーワーム。釣れた、来た、レッグワーム。これ何、カーリー。めっちゃ探すよ、これちっちゃい。12センチ。ボイルしとったんだ、ボイル。あんた、ちっちゃいね、かわいいね。いや、来た、あ、バレた、バレた。ルアー何、もうこれしか使わない。あ、それか。来た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 、またや、すごいすごい、追いかけて、うわ、来た来た来た、よし、来た、これでかい。うわー、
いよお前マジで。ナイスバスやん俺。恥ずかしいけどよかったやん。でかいでかいでかい。いいサイズ。ぶった食った。わでかいでかい。ナイス食った。全員でかい。でかい。だ。さい。あら。でかいでかい。でかいこれマジで。あ、もう食ったもう食った。でかい。バイス全部一。バレた。でかったね今。おう。バイズ全部変えて一投目。丸飲み。あの辺におるんだよ。おる。な。丸飲み。軽く。ターボ軽く40超えてた。でかい。バレた。これ変えた瞬間一投目。脳進化ショボトンと。そこ落として来たやん、バイズシンプやっぱ釣れるな、バイズシンプカーリーに変えって言うときもうカーリーテールもオオサンショウも何も釣れるバイズシンプやあっ来たあぁ来た逃げた逃げた逃げた無意味に無意味にちょっと大渡ししてしまったまだ釣れたよおちっちゃちっちゃちっちゃこれはちっちゃいなこれは叫ぶほどでもないよねえもうちょっとでかかったら叫ぶかもしれんけどな、うん、これは叫ぶほどでもない取っとくわまた、うんまだ来た。まだ来た。どうやって釣った？どうやって釣った？ユーマズメ連発。ユーマズメ。よし。ナイス。よし。ナイスサイズ。ナイスサイズ。おいいサイズね。ナイスサイズ。ナイスサイズ。やっぱ脳進化。あれの脳進化。カーリーカーリー。カーリーカーあのこれね。あれだよな。ZBC カーリーな。ZBC カーリー。釣れるなそれ。ターボーさんトップですか？まだトップ、うん、歯が痛いって歯医者行かないかトップどうやトップでそれいい動きちょっとそこでやって、うん、見える見えるよ動かして落としてフリーホールこれは釣れるな見えとる見えとる見えとるこれ釣れるなこれ釣れるんだよこれこの最後で一本出るといいけどなやりきったな今日もいやもうこっからだよ残り30分でああとんでもない化け物来るでようやく火星が上がってきたからああその時頼むわ最後の合法を来たトップみたいな感じで来たどうぞ落ちパクああ上にパクって水面に飛び出してどうやってでもそのワーム強いな、うん、強い、まあ、大したサイズうわ細長いまあ30だけど、うん、なんかそれ細長いね、うん、顔見せて顔こっちに顔つき細長いわそうやっぱ四国のバスって感じだねバクって食ってきた見えたおトップでも釣れたね今トップっぽい感じで、うん、着水バイト、うん、着水バイトおーカーリーテール強いね ZBC ZBC 強いよ来た来た来たうわっよしよしよしうわ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 よかったな。最初に来たボイルしてるやつボイルしてるやつ狙い撃ちボイル撃ちでかいでかいでかいお前でかいぞこれー
たよお前。出た。ついに出た。最後の最後。お前最後に。オオサンショウゴ。強いなオオサンショウゴ。くっちゃ。でかい。オオサンショウゴ強い。でかいの持ってくる。そうやな。これでさ、ブリブリだ。結局うまい。これ。これ。尻尾ちげえちゃってこれ。ああ、でかいから。やべえよこれ。割れた。いやー、疲れた。やりきった感あるね。